はい、本日はですね、こちら大注目、今日発売されたばっかりの、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボ商品をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、こちらに2着あります。フリースとダウンジャケット。僕ね、ユニクロ買わへんやろなと思っていただいてはそこの視聴者の方、僕アウトドアの商品結構紹介してるんですね。今回ホワイトマウンテニアリングなんか買わなあかんやないかいということでね、そもそもホワイトマウンテニアリングってなんかなんちゅう名前してるんだ、どこのリングのお話してるんですかと思いはる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、なんか値段がね、このホワイトマウンテニアリングっていうのはね、だいたい10万円ぐらいするとえらい高ないですかと、高いですよねっていう感じのブランドらしいんですけど、なんと今回ユニクロとコラボすることでリーズナブルなお値段になってるんですよねなんて言って注目されてるコラボやったんですよ。ほんでこれ買えるかどうかって言ってね、わからんで言うてたんですけどもね、今回僕のね、優秀なね、アシスタントと言いますか、あとお友達と言いますか、そういった方にね、並んでいただいて、どれぐらい並んでたんと、めちゃくちゃ人多かったんちゃう、大注目のコラボやったからすごかったやろって聞いたんですね。ちょっと動画撮ってってパッて見たらね、朝の4時から並んでるから誰もおらんかったわということで、あれ意外と人気ないんかなと思ったりはしてるんですけども、どうやらこの購入しに行った店舗の在庫情報を聞いたんですね。その辺とかもお話ししていこうと思いますので、お前くっちゃべってやんで、いろいろ話して本題入れてね、思っていただいてると思うので入ります。まずはですね、今日の流れとしては特徴とかアップしていた様子でね、ほんまに実際どうなんですかと、それはファストファッションレビューしてる人らからしたらいいってみんな言うかもしれんけども、僕結構アウトドアの本格的なやつじゃ、べしゃりトークしてるから、そんなやつから見てどうなんというところとかもね、踏まえて見ていこうと。そして着心地、シルエット、そしてサイズ感、そんなところをねお話ししていこうと思います。ではまず最初はアップの映像を見ていきましょう。ズドン。はい、ではダウンジャケットの方から見ていきましょう。こんな感じの、オリーブっていう色味なのかな、カーキとかオリーブといったような色味になっておりまして、こちらがねコラボって書いてますね。ユニクロホワイトマウンテニアリングって書いてますけども、 L サイズでね 12,900 円のダウンジャケットですね。アウトドアのね用品持ってはる方とかやったらね、少しね頼りない印象を受けるかもしれません。っていうのもなんでかって言ったらね、この外の生地がねナイロンじゃないんですよね。普段ってアウトドアの表現で結構ナイロンのやつが多いじゃないですか。でナイロンって言ったら生地の王様でめちゃくちゃ強いですよねって普段言ってるんですけども、これはねポリエステルなんですよ。だから結構リサイクルとかで使われたりする感じなんで、これ見てもらってる感じでもね、柔らかい感じするじゃないですか。なのでこうマウンテンパーカーっぽい見た目はしてるんやけども、こうどっちかというとね柔らかさのあるというか、そういった生地感がね採用されてます。ちなみにポケットは両胸のところにポケットがあって、このジップ付きは止水ジップ使ってくれてんのかいな。はい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 、これ止水ジップいかにもアウトドアっぽいね。でもこのメインのジップはなんでか知らんけど止水じゃないんかいと。ほんで胸ポケットはここはボタン式か、こんな感じでねポチンとボタン式で、タバコがちょうど入るぐらいですわ。そして両脇のとこのポケットもボタン式になっておりまして、これもちょっと広いか、長財布とかもね入るような感じですね。そしてズドーンと開けていくと、ここにね中綿が入ってるような感じなんですね。ダウンジャケットやからこんな感じでしょう。で袖口はベルクロなので、後で着用した時にね絞ってる様子見てもらいますけども、こういったアウトドアらしいようなねディティールがあります。そしてねこれ分かるかな、見てもらったらちょっと立体裁断みたいな感じで、ちょっと腕とかこうヒューンって曲がってるの分かります？これヒューンって曲がってるの分からんか、しゃあないか。後ろはねこのようなね感じです。フードが結構立体的な感じに見えるね。立体的に作られてますね。はい、以上がダウンジャケットです。そして次はフリースですね。これはね友人のやつなんで僕のやつじゃないんでね、勝手にタグとか来たら怒られるかもしれないんで、これこのままにしときますけども、こういったフリースになっておりまして、袖とね前身頃のフリースの素材が違います。前身頃の方はねよくユニクロで見るフリースの感じ、ニーキュッパぐらいで売ってるやつあるじゃないですか、あんな感じで、袖のところだけがちょっとアウトドアっぽい感じっていうかな、こうマイクロフリース的なね感じで作られておりまして、袖がねリブになってます。この辺もねしっかりした作りかなとは思うんですが、これ結構人気あったみたいですね。意外って言ったら失礼かもしれんけども。ほんで、はいはいはい、後ろはシンプルな感じというのがアップの映像になっております。はい、ということでね素材とか見てもらったかなと思うんですが、次はじゃあ実際着ていきましょう。着心地とかね着た時のシルエット感とかっていうのがね大事になってくるじゃないですか。お前のペチャクチャは見たくないんやけども、ちょっと着心地とか着た感じ教えてっていう方もいらっしゃると思うので、ちなみにこのダウンジャケットは僕ちのやつです。でこのフリースのやつは友達のやつなんでね、サイズは若干ちょっと違うんですけども、これ僕ダウンジャケットの方は L サイズを着用しております。どうでしょう、オーバーサイズみたいな感じだから確かにねオーバーな感じですよね。ちょっとこれ避けようか、こんな感じで、オーバーな作りに
になってて、袖口とかが、まあ、こういったねベルクロがあるんやけども、まあ、これ見てはる人ってねどうなんやろ、これ見た目のシルエットももちろん大事やねんけど、機能性とかね正直どうなんて安っぽさないのっていうところもあると思うんですけど、まあ、その辺はね次にお話しするとして、やっぱりサイズ感はちょっとユニクロっぽいですよね。あの袖が短いだからちょっと手こうやって前にしたらね L サイズやねんけども足りてないやないかと、こうやってバイク乗ったりしてチャリンコ乗ったりしたらこれ子供の服借りてきたんかなと思うよね、袖の短さになってるから。結構僕の視聴者の方で高身長の方で多いのがね、ユニクロって袖足りなくないですかって、いやマジでそれですよねと、こうやった時もう手足りてませんもんねって、まあ、確かに足りてませんよね。まあ、この辺がねユニクロらしいかなと思います。はい、これダウンジャケットね。次はフリースの方行きますね。フリースの方はねこれ友達のやつだからサイズ M です。なんかちょっとちっちゃいんですけどね、まあ、ちっちゃい言うてもこんなもんか。まあ、特に裏側が防風とかになってるわけでもなんでもないので、まあ、普通にフリースやなーいう感じで、まあ、それ以上でもそれ以下でもないというような形になっております。ただねこっから喋らせてくださいよっていうのもね、これまあ見てもらいましたか、僕のね衣装部屋っていうのがねこんな感じでね、アウトドアジャケットがこうやってずらーっと並んでるわけなんですね。でこうやっていろいろダウンジャケットとか、まあ、マウンテンパーカーとか持たせてもらってるんですけども、それから見てねこのジャケットどうやって言ったらね非常に安っぽく感じますっていうのも、まあ一つ目の原因としてはね、まあやっぱ生地感かなと思うんです。っていうのもね生地感これって見てもらって、まあ映像で伝わるかどうかちょっとわからないんですけども、多分これを見ていただいてる視聴者の方って結構本格的なアウトドアのジャケットとか持ってはる方多いと思うんで、それに比べるとなんていうんやろな、こうまあ頼りなさがあると言いますか、これでほんまに大丈夫なんみたいな感じでね、めちゃくちゃ言い方が悪いんですけど子供の頃に着てたようななんかジャンバー感が若干あるんですよ。だからそんなあんま頼りない感じになってるんで、まあ、本格的なウェア持ってはる人からするとかなり物足りひんような生地感かなと思います。値段的にもねそんな高いもんじゃないんで、まあ、仕方ないかなと思います。で2つ目の、ね、理由としてはこれ実はダウンジャケットっていう名前ついてるんですけども、ダウン使われてるの1箇所だけなんですよ。でそれ以外何使われてるのって言うと中綿ジャケットなんですよね。だからダウンは使われてないんですよ。なので名前だけ聞くとダウンパーカーって言ってるから、あダウンジャケットモコモコに入ってるのかなと思ったら、えらい綿薄いし、しかも綿入ってるのがどうやらこの袖のね外側だけらしいんですよ。でそれはねここにも書いてあって、このね表記を見ていくと、ここわかります、外袖って書いてあるところのとこしかダウンってなくて、あとは中綿って書いてあるんですよね。そやからね、あダウンジャケットかいなーって、ダウンジャケット僕欲しいと思っていたらね、いえいえそれ中綿やないかいと、袖だけダウン使ってなんでこう肘だけ守ってんねやと、まあ、その辺はねちょっとムムっていう感じはあるんですけども、まあその辺がね率直な感想かなと思います。ただね値段が 12,000円とかなんで、まあそんなすごいスペック求めるつもりはまあ鼻からないんですけども、最近ユニクロってすごい低価格やのにものすごく品質の高いフリースが出てるじゃないですか。なんかそういうイメージでね、あそんな変かなと思って買っていったらね、あま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 あっていう感じで、そんな期待以上のものではないかなと、正直そんなね意見で思っております。まあただですね、このジャケット自体がそういう風な意思で買ってはる方がもし少なくて、こうデザイン重視とかで、ね、買ってはるんやったらね、まあそれはそれでね一つオーバーな感じで、ちょっとトレンドじゃないかなっていうことでありやと思うんですけど、一つ一つの素材とか一つ一つの品質だけを見るんなら、まあちょっと低めな感じかなというところでね第一印象になっております。でフリースの方もね、まあ妥当かなと思います。値段が4990円5000円以下で買えるっていうことで、まあ普段ユニクロで使ってるようなフリースの素材使ったりしてるんやけども、まあリブとかだけね丈夫にしてるから、まあ値段ちょっと上がってもね、まあまあ大体相場なんかなというところでは思います。で次がね在庫、どれぐらい在庫あったんかっていうと、僕がこれ購入してもらった店舗っていうのは各サイズ2点しかなかったらしいです。めちゃくちゃ少ないやないかと、それはめっちゃ並ぶでと思ってね、店員さんもねオープンした瞬間にね8人ぐらいブワーってシャッター開けたらしいんですよ。え誰もおらんやないかと、もっと行列できてんちゃいますのと思ったらね、1人だけポツンとおるからね、あーおいでおいでなんて言ってね友達が呼ばれてこれとこれを購入したということらしいんで、どうなるな、まあ意外と人気あったんかもしれんけどね、ちょっとまあその辺は分かりません。まあ似たような色でね質感ちょっと違うの見てもらおうかなと思うんですけども、本格的なアウトドアジャケットの質感といえば似たような色味でね、こうやってノースフェイスとかカナダグースとかを一応持ってきたんですけども、今日のコラボのやつの質感まず見てもらえますか。まあこういった感じ、まあ確かにちょっと柔らかい感じで、なんやったらねちょっとシワとかもできてるぐらいの柔らかさですね。なんかお父さんのジャケットっていうかな、なんかそんな感じかな、柔らかさ的に言うたら。まあもちろんお父さんが悪いわけじゃないんですけどね。で次に本格的なジャケットって言ったら、あ確かに張り腰がありそうな感じするじゃないですか。でこういうのを普段見てはる人からすると、あちょっとなよっとしてるねっていうのがね、これ見てもらったら分かると思うんですけど、まあ価格的に言うたら仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。まあいかんせんね、このブランド自体がねすごい注目のブランドやったからね、どんな生地使われてくるのかなって僕も楽しみにはしてたんですけども、まあこういったアウトドアが
が使ってるような生地感でもないし、まあ、ダウンの量とかも見てて分かりますかね。これ腕とかなんですけど、まあ、本格的なダウンジャケットのアウトだってこんな感じで綿が入ってるんですけど、まあ、対して今回のコラボのやつは、まあ、こんな感じなんで、これほんまに冬いけますかと。まあ、暑がりの方とかっていけるかもしれんけど、まあ、寒がりの人とかやったらね、ちょっと綿少ないんかもしれんなというようなイメージですね。まあ、とは言いながらもね、まあ、綿とかはちょっと薄めかなと思ったりするんですけど、真冬じゃなくてね、秋口とかにさって羽織りたいねんっていう方はちょうどいいような綿の量かもしれません。逆に言うとね。で、まあ、中の綿とかもどうなんやろな、これ見てもらって、まあ、中はちゃんと入ってるって思う人もいてるやろうし、中も少ないなって思うかもしれんけども、もしかしたらね、あんまり期待せんと触った方がいいかもしれない。あまりにも期待するとね、あれれとちょっとなんか触った瞬間からね、あれなんかちょっと思ってるのちゃうなと思ったりするかもしれません。ということで、まあ、おすすめとデメリットの人も言っちゃったんですけど、おすすめの人としてはデザインとかこういうゆったりしたのがね、今の気分なんですわと、ちょっとゆったりさせてくださいと、太ってきたからねこういう感じがええんですわっていう人はいいかもしれません。ちなみに僕体重70キロ乗っちゃいました。これはまた後で言いますけども、セカンドチャンネルとかで言うのでね、また聞いてください。70いっちゃったんですけども、まあ、こうやってね、年いってゆったり着たいなとか、若いんですけどゆったり着たいなっていう人はいいかもしれんけども、だからまあそんなスペックとか別にアウトドアのスペックなんか求めてないから、間違いできるのやったら全然十分やでっていう人もいてるやろうし、この裏側とかもね、手の入れた裏側もちゃんとフリースの素材が使われてたりとかもしますので、まあ、この辺はいかにもアウトドアっぽい仕様ですよね。コートとかあとベルクロがあったりとか、でこの裾のとこにはドローコードがあって、こうキュッて絞れたりとかするっていうところでね、いいんかなと思います。はい、ということでね、まあ、こういう感じやったんですけども、あくまでアウトドア風なジャケットが欲しいとか、アウトドアな雰囲気が欲しいっていう方はめちゃくちゃいいと思うんですけど、ともすれば普段ユニクロから出てるこういうダウンコートみたいなのあるじゃないですか、これよりも綿ちょっと少ないかもしれない。だから厚刈りの人とかもね、いいかもしれんけども、まあ、ちょっとがっつりダウンが欲しいんやと思ってたらね、これじゃないかもしれんということで、まあ、フリースの方はね、あくまで普通にフリースなんで、もうパーって T シャツの上に羽織るだけでもいいし、なんやったらこの上からね、もう一個ジャケット着ちゃってもいいかなと思いますので、このカラーがないからね、上からね、こんなんサッてね、合わせたりもできるやろうなと思うので、インナーとして使えて、なおかつ今時期やったらアウターとして使うというようなね、そんなんはいかがでしょうかというお話になってました。はい、ということでね、どうやったかというと、はっきり言うとですね、僕のチャンネルを普段から見ていただいてるそこのあなた、これはですね、ちょっと買わんでもいいかなと思います。ちょっともったいない気はしますね。っていうのも、ぴったりこの薄さというか、このペタさがいいっていう人はいいかもしれんけど、生地もちょっとやっぱ安っぽいし、ありとあらゆるところ、ベルクロのところとかもちょっと安っぽく感じるし、まあ、テイストはね、止水ジップを1箇所2箇所使ってみたりとか、ベルクロあったり、ドローコードあったり、アウトドアっぽさはあるけども、それはね、雲泥の差があるとは思いました。なので、まあ普段見ていただいてる方はちょっとまあ微妙かもしれんし、まあアウトドアの雰囲気をね、感じたいという方は全然いいと思うんですけど、まあ同じこと言ってますね。さっきと同じこと言ってるけど、ちょっと思ってるのよりはがっかりしたというのが本場の意見でした。まああくまでね、服の価値観ってそれぞれ人によって違うので、まあ安く着たいっていう人もいてるやろし、いやこれハイスペックやと思って買ってたっていう人もいてるやろし、まあいろんな人がいててね、それでいいと思いますので、僕は別に押し付けたり何やしたりするつもりはないんですけども、まあそんなところがね、本音かなと思います。ということで本日はですね、ユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボ商品を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。